メインアリーナ2020年東京オリンピックパラリンピックに向け改修工事中道場改修工事完了東京体育館は東京都渋谷区仙長屋一丁目にある体育館指定管理者制度に則り公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が運営するスポーツ競技大会で主に利用される開催される大会としては以下のようなものがあるまた プロボクシングの世界タイトルマット、東京都体育館時代の1970年、テニスの第1回、ザ・マスターズが開催された。1990年、NBA 開幕戦フェニックス・サンズ・ VS ・ユタジャズが開催され、アメリカメジャースポーツ史上初となる、北米大陸外での公式戦となった。2007年3月、世界フィギュアスケート選手権が東海上で開催された。 2007年11月、バレーボールワールドカップのメイン会場が初めて、東会場に決定されたが、アスベスト除去工事で、使用不能となっていたため、2019年10月16から20日、車椅子ラグビーの国際大会、車椅子ラグビーワールドチャレンジ2019が開催された。世界上位8カ国が出場した。東京都体育館時代に富士テレビ系列で、 放送されたスポーツバラエティと区別番組オールスター紅白大運動会の収録も一部の会を除いてここで行われていた。コンサートやそれに類するイベントでは日本武道館や代々木体育館、横浜アリーナなど首都圏での同規模の会場と比べるとあまり使用されない。開催されたものとしては下記のものがある。JR 中央線、仙長谷駅。 または、都営地下鉄応援戸線、国立競技場駅より、いずれも、徒歩1分。バレーボール、バスケットボール、テニス、卓球、バドミントン、ハンドボール、室内陸上競技用、アリーナ面積3220、平方メートル観覧席1万席、アリーナ面積1330平方メートル、バレーボール、バスケットボール、テニス、バドミントン、 フットサリ用50メートルプール50メートル20メートル、水深1.2から2.2メートル、観覧席固定900席このプールでは、日本水球選手権が毎年行われていた。25メートルプール25メートル13メートル、水深1.2から1.4メートル第1から第4までの4室30メートル20メートルのコート2面。夜間照明あり。平日9時マイナス23。 零0土曜日9時 -22 零0日曜日祝日9時 -21 零0東京都体育館に関するカテゴリーありがとうございます